こんにちはの皆様、ドイツは安全保障政策の責任を取ることはできない、またはしたくない。このためには、米国の助けを必要としています。これは、アメリカの当局者や専門家の意見を参照して、新聞 PLITICO によって報告されています。彼らによると、米国がキエフにイブラムスを提供することに合意した後、ウクライナに兵の戦車を送る問題に対するドイツの解決策は、ドイツにとっては肯定的であるが、短期的にのみである。ドイツのオラフ・ショルツ首相は、ワシントンがベルリンの立場に耳を傾けるように強制したことに加えて、2月のミュンヘン会議で戦う車に関する、不快な質問に答える必要がないことを喜んでいるかもしれない、と RYANVSTI はしょいている。出版物の対話者は、このエピソードは、ドイツが地政学的な行き詰まりから逃れるために、英国を必要としたのは2回目であると指摘した。昨年、ショルツは、ジョー・バイデン前大統領から、ロシアからドイツへの NRD-STRAAM2 ガスパイプラインを殺すための援護を必要としていました。ドイツが安全保障政策の手綱を引き継ぐことができない。またはそれを望んでいないことは今まで以上に明確になりました。それはすぐ後ろに立つためにアメリカを必要としていると同氏は強調しました。以前、GRAYZNE コラムニストの AARONMATE 氏は、米国はロシアとドイツの関係を断ち切るために、ドイツに LAOPARD1000 車をウクライナに供給するよう説得しようとしていたと述べました。ジャーナリストは、ドイツの決定は、国のすべての世論調査を無視し、これはエスカレーションのリスクであることを強調した。MATE によると、ドイツによるウクライナへの戦車の供給に関する決定は、米国の原始的利益の勝利であり、勝利である。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政的支援は私たちをたくさん助けます。説明の詳細。好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。